まあ、それにも堺商戦、今日がね、まあ、運動最終日ということで、まあ、堺東駅で、現職の滝山陣営と、まあ、維新の、候補の、街頭演説のツイキャスで中継してくれてはったんで、それ見てたんですけども、まあ、やっぱりね、その、まあ、新聞報道ではね、先行とかですね、やや優勢とか、で、まあ、現職に有利な、情勢報道がされてるんですけども、ただ今日ですね、やっぱその竹山陣営の、方が言ってたのはですね、まあ、維新の候補 もう大量に、まあ、全国からね、議員とか、人が集まってきてるんで、まあ、それの成果もあって接戦になっていると、デッドヒートを繰り広げていますみたいなことを言ってありましたね。まあ、だからね、本当にこう、最後の最後まで、気が抜けないんじゃないのかなというふうに、見てて思いましたね。竹山陣営からはね。うん、まあ、ただ、まあ、維新のね、まあ、街頭演説も、同じ堺東駅でその後やってあったんですけども、まあ、これはね、まあ、僕はまあ、なんちゅうんでしょうかね、やっぱその、維新ってなんか調子のいい時って負けてます負けてますって言うんですけども、それは今回なかったなと、いうのは感想として思いましたね。松井さんとかね、橋本さんがおった時とかも今負けてるんですみたいな、ね、松井さんなんか割と正直なんでね、正直というかね、結構情勢みたいなの言うんですよね。まあ、それに関しては何とも言ってなかったですね。まあまあ、それはどう考えるかということなんですけども、まあ、ただね、やっぱりその竹山陣営が言ってるように、なんて言うんでしょうか、接戦と見といた方がいいだろうなと。で、あと選挙プランナーの松田薫さんっていうのもね、今日ツイートされてたのが、電話の世論調査だけやとですね、維新の方に低くで、維新が弱くなる傾向があると。だから、固定電話の世論調査だけではちょっとわからないと。一概に判断できないというようなことも書いてあったんでね。やっぱこれでね、やっぱその竹山陣営、油断するとちょっとやっぱり追い抜かれてしまうんじゃないのかなと、いうふうに思いますね。まあ、今回情勢報道については橋本さんがいないんで、小さく扱われてるんで、ね、割とね、まあ、読売なんかはネットにも載せてませんからね、情勢については、うん、まあ、そういうこともあって、それはここね、何日間かでですね、急激に、相手陣営が追いついているって可能性もね、十分考えられるかなと思うんでね、最後の最後まで、頑張ってほしいなと思いますね。